そして勉強になり、そして大爆笑で無理やろ。ガイガイせい、こんな長い間、長い時間滑らしやがって。ガイガイせい。川柳、あらかじめ書いてきていただきました、はい、お二人に書いてきていただきましたので、私の合図で皆さんに見せていただきたいと思うんですけれども、はい、見る前に津田さんの自信のほどはいかがですか？僕がもうこの釣り人生の全てをこの句にしたためました。ゆうすけさん、期待のほどは？いや、普段からやってると聞いてますので、これはこの一句で全てマナー、はい、初心者の人にもマナーが伝わり、そして勉強になり、そして大爆笑で無理やん。そしてほろっと泣ける。どんだけ入れなあかんねん。無理に決まってるやろ。むちゃくちゃ焦ってたやから。すごいハードル上がりましたね。いえいえ、もうそっちを期待します。はい、期待しております、はい、さあ、では早速川柳見ていきたいと思うんですけれども、未来から来た釣り人津田さんの順番でいきたいと思います。わかりました。ではまずは、さっき言っていいですか？さっき言って未来から来た釣り人から参ります。では未来から来た釣り人さんの川柳お願いします。あ、すごい。お、読みます。マナー守る、そんなあなたの餌食べたい。なるほど、魚なんや。なるほどね。じゃあ何釣ってんねんっていう話ねんけど、そのすごいね、魚が魚釣って魚目線。魚目線、未来初めて、なんか斬新ですね。すごい、魚やった。ちょっとハードル上がります。津田さん、いけます？いやいやいや、そんなもん余裕で超えていきますよ。余裕で超えられます？ちょっと黙らせてくれます。ではいきますよ。では津田さんの川柳お願いします。はい、ゴミ捨てに釣り人たちはゴイゴイせい。大爆笑で決めさせていただきました、はい、そして涙もほろり、そうです、ね、素敵なことも言ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。大爆笑に涙がほろりということですか？はい、なるほど、そうです、はい、じゃあちょっと黙らせてくれ。なんで黙らす。すみません。はい、ではその心をちょっともう一度改めて教えてください。う、ね、どういう意味ですか？何か言わすね。どういう意味ですか？そのまま。そうです、解説というか、その解説、ね、ゴミを捨てへん釣り人たちにはゴイゴイス言うたよ。これ以上、これをどう説明したらいいね。分かる、その心は。これ以上、これにそんな難しいこと言ってね。ゴミを捨てへん釣り人たちには僕がゴイゴイスを差し上げますよとね。本当にマナーを守る人たちには僕はもう惜しみないですね。拍手を送りたいと思います。皆さん、どうもありがとうございました。まあ、どんな感想をお持ちになりましたか？そうですね、まあ、これは2人に共通して言うんですけど、すごく浅いというか、いや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 、この浅、どこが浅いねん。浅薄いというか、いやいや、めちゃくちゃ深くて濃いわ。いやいや、浅薄くて、でその未来から来た釣り人さんのは、未来から来た釣り人なのになぜその魚目線で言ったのかっていう、ここが魚になってることに引っ張られすぎてちょっとそうなってしまったのか。でもなるほどな、あんまり聞いたことない目線の一句。タオル出て持てるもん。やなとは思います。熱いやな、はい。そうかそうかってなんか気づく。はい。そういう魚はそう思ってるのかっていうふうにちょっと気づきはしましたね。はい。いやいや、素晴らしいよ。ゴミを捨てへん釣り人たちはゴイゴイス。いや、そのゴミ、まあまあまあ、それは分かってる、それは俺も初心者やけど分かってるんです。これはちょっとなかなか難しいですね。何やねん、なかなかこんなシンプルかつちょっとね、面白いの何やろ。ちょっと難しいです。こんな長い間、長い時間滑らせやがって。滑ってないです。
受けるとか滑るじゃなくね、あのいい一句をいただきたい、はい、じゃあ審査させていただきました。この戦いはドロー。再戦7句ずつもう7句ずつ終わらせてくれ。未来の罪人の勝利もう7句ずついらないですか。再戦出るわけないや。出そうもたいっぱいあるよ、マナーのこと。でもそれは面白くなんかできへんねん。俺はマナーのこと俺マナーのこと真剣に訴えたいんですよ。マナーのこと面白おかしくできへんねんこれです。なるほど。この、はいはい、出してからの勝負ですから。こんなマナーのこと今やってます。面白くおかしく書けへんねん一人でもマナーいい人増やしたいねん